昨晩のゲートインスムーズ。さあ、準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した。18頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。ディバインラブが上がってまいりました。1番ワールドリバイバルタイトルホルダーヘアサージュ。10番モンテデュオ。さあ第3コーナーに差し掛かります。外を通りましてグラティアス、そしてその後ろから4番ロードトゥフェイム。外を通って高速レース、内から1頭12番ノースザワールド、そしてその外に13番アリーボ、それからもう1頭ベローチェオロビクティファルス。内を通りまして14番ステラベローチェ、それからもう1頭5番レッドジェネシス、その後ろでやりましょうか。バイスメテオールセファーラジエル。内を通ってアサマのイタズラしんがりからディープモンスターでやります。ドキドキしますね。本当にもう一度前から整理しましょう。ワールドリバイバルがレースを引っ張るようになりました。そして2番手に3番タイトルホルダーであります。その外にエアサージュディバインラブ18頭。第1コーナー右にカーブを取ります。グラティアス、もう1頭モンテデュオロードトゥフェイム、その外18番高速レース、そしてそのうちに12番ノースザワールドアリーボが、その後ろそのうちからは9番ベローチェオロ17番ビクティファルス、そして1番人気のステラベローチェ、うまくいっているんではないでしょうか。そして内からは5番レッドジェネシス、外から1頭バイスメテオール、そしてその後ろからセファーラジエル、そのうち2番アサマのイタズラ。まもなく第3コーナー一番後ろにディープモンスターであります。流れるようにレースが進んでおります。依然先頭ワールドリバイバルであります。これを追って3番タイトルホルダーであります。そして外からはエアサージュ11番ディバインラブ、そして5番手に16番グラティアスであります。モンテディオがそのうちにいます。そしてその後ろからロードトゥフェイム高速レース、外から行こうというところ、12番ノースザワールド。さあ阪神競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行く黒い帽子はタイトルホルダー、外から懸命にディバインラブ高速レース、懸命に追った、これは阪神レースになりました。高速レース、先頭に並ぶ勢い、ディープモンスター懸命に追う、最後はやっぱりこの2頭か。1着ステラベローチェ、当然の結果です。1着14番、2着18番、3着5番以上のように確定しました。